今回はこのゴルフ6のお車のレカロシート装着時に、いつものように、作業待ちの間、店内でプラス PPL の比較動画などをご覧いただいた結果、面白そうだということで、同乗し運転に出発することとなりました。簡単にガムテープで仮止めしてあるだけです。なんとなく揺れが緩い感じしません？普段だったらもうワンガタンってくるのが来ない感じですね。あとやっぱねエンジン静かだと思う。ブレーキのタッチも変わってんじゃないかな、うん、しっとりしてるかもしれない。じゃあこれまっすぐ、そんな感じです本当に。そうですよね、はい、あと今白い車が出てきたところまで行くと、はい、その先に右側に バスの折り返し所があるんで、はい、あれの入り口だけちょっと借りて軽くターンしましょう、はい、いやなんかねすげえスムーズだと思う。で、はい、これで減速して右側にバス折り返し広げる、はい、で先側からキュッとターンしたいですね。ウィンカー出して、はい、はい、行っちゃいましょう行っちゃいましょう。はい、キュッと手前側あのバス入ってくるから大丈夫だよ。それでもうこのまま左行っちゃいましょう、はい、上手すげえ上手。でこれだけ覚えててね。でさっきのところ入り口のところで外してまたここに入ってみると、はい、結構笑えるかもしれない。いや本当になんかどう椅子にうまく腰掛けてるって感じになりません？なりますね。で頭は目線はまあ当然上がってるんですけど体は楽だと思いません？楽です。ねハンドルと顎の高さのバランスがこの辺は全然楽かもしれないです。うん、楽だし、そのさっきのこっちの方の効果で、うん、加速も減速も、うん、あれもスムーズに、はい、滑らかな感じ。滑らかですよね。はい、減速一旦停止になります、はいはい、でごめんね必ず止まって、はい、左側に車をあのガードのところに寄せてくれる。はい、わかりました。そしてこれでそしたらね、はい、その右下の低いもっと右壁側、いやもう壁についてるんで、こんなかこっち見て、あ開いた、よしよし、じゃあ行ってくるね。今外したからね、はい、でバスから少し離れて、ね、みんなとちょっと離れたからさっきの調子が出せるからね、はい、じゃあそろそろいいかも、はい、行っちゃいましょうか、はい、はい、来たかな車、あじゃあいいや、前側からも白い車来たんでね、はい、この白い車はどうすんだ、ナビでも設定してるのかしら、あ動き出した。じゃあ今のコースにゆっくりと、はい、ああ、はい、さっきは、はい、ガタンで終わったのかな、ガタンガタンって2回しますね。来てますよね、はい、結構違うもんでしょ。やっぱ踏むときもスピード上がるまでちょっとやっぱ抵抗が出ますよね、はい、思いっきり単純に車が進まない感じが。エンジンの静かさは、うん、今さっきの時はあんまりピンとかなかったんですけど、うん、今やると差で分かります、ね、ああそうですよね、はい、じゃあここでさっきと同じように上手に、 あ、はい、あとなんかフラフラしてるよね車がね。じゃあこれで、はい、戻りましょう。あとブレーキがなんかやっぱ密ではなくなった感じかな。じゃあこれで戻りましょう。まあ概ねこんな感じで結構面白いでしょ。、うん、こういうところも違うね、わさわさって。あと車がちょっと外側に行きたかったかもしれない。そしたらとりあえず今日のところはこれでシートを本固定しておきましょうかね。そうです ね。でまた乗り続けてて
まあその多少はへたりもするでしょうから、何かあったらまた言っていただければ、はい、その高さ角度を調整するという方向で何かをしますからね。前後はもうちょっと冷たい話したりして、まあ、それはご自分でスライドだから、はい、手動スライドがあるんで自分でやっていただければね、あとでちょっとその辺、じゃああとシートヒーターの扱いもあるんでね。あ、はい、そしてじゃあここで右折のウインカーお願いします、はい、必ず止まってください。はい、どうぞ。ここは止まらないとダメなやつ、うん、そうね。で、変わった車が来たな、あんまり見かけないな。ね、あそこでああいう風に行く車は、そしたらあそこに左側、バス停のちょっと先に左側止めてください、はい。助手席においての同乗し運転の限りでは、揺れ心地、エンジン音、フロントのハブあたりからの音などが大きく変化しているように感じられました、グリーンのバナーは LINE から、ホワイトバックの QRL は、連絡先としてジェットセットが取り込めるようになっております。よろしくお願いいたします。